こんにちは、カノです、今日もですね、抽選の手ぬぐい、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この抽選、本染めの手ぬぐいのデザインについてのお話なんです、よく本染めの手ぬぐいで作りたいんですということで入稿いただくデータでですね、一番多いのがやっぱり多色使いで色と色をくっつけてね、入稿されるっていうデザインが多いんですよね。例えば黒があってポンと赤が入っててで黒が、まあ、日の丸みたいな形で、なってる場合なんですね。この赤と黒の境目っていうのがやっぱりどうしてもですね、抽選の場合は1回で染める場合は1センチぐらいの隙間が必要なんですね、まあ、そこに土手を作って染料を流し込むっていう作業になりますので、1センチぐらいの隙間がどうしても必要になってくるっていうのがこの抽選です。で、まあ、やり方によってはですね、初めにこの赤の枠を若干大きめにして、染めといて、で一度洗って乾燥をかけてもう一度巻き直してもう一度そして黒を二度染めという方法もできます。まあ、これでやるとやっぱり当然ね、一回染めたものを、一回洗ってですね、でまた乾燥させてで巻き直すという作業がかかりますので、時間と労力がね必要になってきます。でこうなるとどうしても単価がね上がってきます。まあ、倍と言わないですけども、結構ね、かかってきます。ですからこういったやり方っていうのはやっぱ値段をどうしても値段を抑えて本染めで作りたいっていう場合はですね、もう1回で済ませたいということになりますと、この色と色のぶつかりっていうのをねできるだけ避けたいっていうふうなデザインが、いいと思いますね。だから、まあ、デザインによってですね、本当やり方があるんです。ですからこの辺りはですね、やっぱ本職我々みたいなところに聞いていただくのがまず一番なんで、完璧にデザインを決めてからですね、これを本染めでお願いしますっていうことになりますと非常に効果になって、あとね、まあ、クライアントさんとややこしいことになったりしますのでね、まずはですね、こんなデザインができますかっていう形で我々に尋ねてほしいんですね。まあ、そこからスタートしますと、結構スムーズにいけることが多いですので、まずは私どもに聞いてみてください。よろしくお願いいたします。